アイスランドの排他的経済水域拡張の様子。アイスランド本土アイスランド内水面4海里水域12海里、水域50海里水域200海里水域たら、戦争は1958年から1976年にかけて起きたアイスランドと主にイギリスとの間の一連の紛争のことである。アイスランドが主張する漁業戦艦水域における漁業権を争った。 当該魚場の主たる海産物がタラであったため、この名がついた。タラ戦争はアイスランドが領海の拡大を宣言することから始まった。イギリス海軍は軍艦を出動させ、アイスランドの沿岸警備隊と互いに砲撃、体当たり攻撃といった激しい衝突を起こし、一時は国交断絶にまで至った。冷戦の英語名コールド王をもじった、コットーという呼称がルーフされたため、 日本語でもその翻訳であるタラ戦争という呼び名が用いられる。奇跡的に死者は出なかったものの国際司法裁判所の仲介を経ても事態は解決しなかった。しかし最終的にイギリスはアイスランドに対して大幅な妥協案を結びタラ戦争はアイスランドの勝利で終結した。アイスランドはワシントン DC とモスクワを結ぶ最短直線経路の真下に位置しており、 イギリスを含む西側諸国のソビエト連邦に対する最重要拠点だったケフラビークのナト o 基地閉鎖をアイスランド側がほのめかしたことや200回りの排他的経済水域が世界的な慣習になりつつあったことが勝利の原因となったアイスランドは資源に乏しい国であり長期間にわたるデンマークの支配も重なってヨーロッパの最貧国の地位にあったしかし 1901年にイギリスからトロール船を導入した結果豊富なタラ等の水産資源で巨額の富を蓄えていった。第二次世界大戦中ヨーロッパの漁船が軍隊に挑発されている間アメリカ合衆国の保護のもとでアイスランドは魚をヨーロッパ中に提供し続けた。1944年の独立後も近海のタラ漁業は アイスランドの一大産業であり生命線とも言えるものだった。しかし戦争の終結により大幅に改装されたヨーロッパの大型トロール漁船がアイスランド近海で操業を行ったため水産資源は減少し始めた。1945年トルーマン米大統領が大陸法の資源は沿岸国が管理できると宣言した。当時は漁師にとって海は 自由なものであるという公開自由の原則が一般的だったため、これは画期的なことだった。これを機にアイスランドは自国資源保護のための管理に乗り出した。1958年、アイスランドは自国の領海を4海里から12海里へと拡大する新法を制定した。これに対しイギリスはアイスランドの主張を認めず、軍艦を派遣して操業を継続。 沿岸警備隊との間で小規模な小競り合いを起こした。NATO の調整やアイスランドで政権交代が起こったこともあり、1961年2月、イギリスは12回リを承認。両国間に領海紛争が生じた際は、いずれか一方の要請により、国際司法裁判所へ問題を付託するという交換公文を締結した。1972年、 再び政権交代を起こしたアイスランド政府は、自国の漁業戦艦水域を50回里へと拡大する、新法を制定した。主張された海域で創業していたイギリスと西ドイツは、国際司法裁判所へ提訴。判決により、イギリス側の主張は認められたが、アイスランドは、先の交換公文自体が無効であると主張、裁判を欠席しこれに従わなかった。 イギリスは再び漁船保護のために軍艦を送り出す。アイスランド沿岸警備隊はこの時からトロール漁船の網を鍵で引っ掛けて切断してしまう悪名高いネットカッターを使用し始めた。第二次から戦争終結までに84隻のトロール漁船が網を切断されている。イギリス側はこれに対抗するため大型の高速タグボートによって漁船を護衛したが、これが 沿岸警備隊との体当たり合戦に発展する。1973年1月、平魔栄島のエルト火山が噴火。沿岸警備隊は救助に向かったため、トロール漁船は自由に操業することができたが、それもつかの間のことだった。警備隊の砲撃をイギリスのタグボートが受けたり、砲撃によってイギリス漁船が破壊されることもあれば、アイスランドの東大船や警備船に、 イギリス艦隊が砲撃することもあった。アイスランド政府は、NATO のイギリス戦闘機を艦制空域から締め出して、国交を断絶するとほのめかした。9月16日に、NATO の将軍がレイキャビークで交渉に当たった結果、10月にイギリス艦隊はすべて本国に帰還した。1973年11月8日、アイスランドは、 イギリス船が50回以内の一部の水域でのみ、創業することを認める協定を結び、第二次タラ戦争は終結した。これには、イギリスの年間漁獲量を13万トンまでに制限することが前提であり、また1975年11月までの暫定的なものだった。同年、イギリスは欧州自由貿易連合を脱退し、欧州経済共同体に加盟しているが、 この紛争に非協力的だったのが一因とも言われている。度重なる制限にもかかわらず、アイスランド近海の水産資源は回復傾向を見せず、1975年10月、アイスランドは自国の漁業戦艦水域を200回りへと拡大する新法を制定した。先の協定が期限満了を迎えた11月13日、両国の間で再び武力衝突が起こる。 軍艦と警備艇同士の衝突はこれまでで最も激しかったが、やはり奇跡的に死者は出なかった。1976年2月19日にはついにアイスランドはイギリスと国交断絶するに至る。NATO 加盟国同士の国交断絶は、これが初の事例だった。一方で同月 EEC はイギリスの主張に反して、 ヨーロッパ全域に200海里排他的経済水域を設定することを決定。イギリスははしごを外された形となる。NATO の交渉により、同年6月1日、アイスランドの200海里内では、イギリス漁船は最大24隻まで操業可能、かつ年間の漁獲量は5万トンまでとする協定に両国が合意。翌2日に協定が発行し、 両国の断絶関係も終了。一連の紛争は終結した。この大幅な妥協による解決は、イギリスの北洋漁業に大きな打撃を与え、1500人の漁師と7500人の漁業関係者が解雇された。また、イギリスはフランスとの中間戦をめぐる裁判にも敗れ、フォークランド戦争で勝利するまで国民は長らく、地震喪失の状態となった。 一方、勝利したにもかかわらず、アイスランドでのタラ資源は大きな回復を見せなかった。現在でもカナダ沿岸を含む北、大西洋のタラ漁船には過去の漁獲量に応じて漁獲割当てが決まるという強い制限がかけられている。この割当てシステムは漁師が超過を免れるため一度水揚げして死んだ、魚を海に投棄する行為を引き起こしていると非難されている。 アイスランドの主張が認められたことを機に世界各国は200回に排他的経済水域を設定。日本のような遠洋漁業を行う既存の漁業関係者は縮小を迫られることになった。漁業権をめぐっての国際裁判も広く行われるようになる。ありがとうございます。